皆さんこんにちは、四代です。このチャンネルは石川県小松市にあります九谷焼陶芸の一つなんですが、を焼いております私め徳田女性ですが、八曽吉の仕事の様子や日常についてお話をしております。今日はこの香炉についてちょびっとお話しさせていただきます。この香炉はだいぶ前に作ったんですが、ガラスが面白いなと思って頼みました。いろいろ頼んだんですが、ようやくできました。ずっと残しちゃったんですけど、涼しげな感じがします。白から青、青から緑で、裏はサインをして緑で上絵で留めてあります。中は焼き締めになっております。いかがでしたか？昨日は曇りで満月見れませんでしたね。でもまた長生きして見たいと見ましょう。見たいです。皆様お元気で。ではまた。